東京株式市場はほぼ全面安の展開となっていますこちらのディーリングルームでは連日の乱高下でいつもより緊張感が漂っているとということです。8日のニューヨーク市場でダウ平均株価が1000ドル以上急落した流れを受けて東京市場でもリスクを回避しようという動きから株が売られ平均株価は一時700円以上を値下がりしました。 日本企業の興業席が相場を支えているものの、アメリカ市場の動きにつられて乱高下する展開が続きました。結局、昨日に比べ508円安い21,382円で取引を終え、去年の10月以来およそ4ヶ月ぶりの安値となりました。